典型的なワークフローオレンジはオープンソースのデータ資格化、機械学習、データマイニング用ツールキットである。ビジュアルプログラミング言語として事前に定義されたウィジェットまたは利用者自身が設計したウィジェットをリンクしてワークフローを作成するインターフェースを介して実装される。また Python ライブラリーとして使用できる。オレンジ色のコンポーネントはウィジェットと呼ばれ。 単純なデータの視覚化、サブセットの選択と全処理、学習アルゴリズムや予測モデリングの経験的評価まで幅広く活用できる。分類ツリーウィジェットオープンソースのソフトウェアパッケージとして GPL で公開され GitHub で使用できる。バージョン3.0までは C のコアコンポーネントが含まれており Python でラッパーが使用されている。バージョン3.0以降では何パイ サイパイ、サイキットラーンなどの科学計算に一般的な Python オープンソースライブラリを使用し、グラフィカルユーザーインターフェースは Qt フレームワークで動作する。デフォルトでは6つのウィジェットでの機械学習、全処理及びデータ視覚化アルゴリズムを多数含む。その他機能はアドオンとして利用できる。MacOS、Windows、Linux で、 サポートされており、Python パッケージインデックスリポジトリからインストールできる。2016年以降、安定版バージョン3.3は Python 3で動作し、Python 2.7で動作する旧バージョン2.7も引き続き使用できる。階層的クラスタ分析およびテミーンズを組み合わせた Paint Data Widget 実験項目、r e c o m m e n d ム。System 予測モデリングのためのプラットフォームを提供し、生体医学、バイオインフォマティクス、ゲノミクス、および教育に使用される。科学分野では、新しい機械学習アルゴリズムをテストし、遺伝学やバイオインフォマティクス分野における、新技術用の実装プラットフォームとして使用される。教育分野では、生物学、生物医学、情報科学の学生に、機械学習や、 データマイニングの方法を教えるために使用される。ありがとうございます。